おはようございます。釣り子 TV です。これ、ね、ジャクソンのそのレベルって書いてありますけども、中にウインナー入っているポッパーってことで、これね、YouTube のマスゲンさんのスペシャルモデルのルアーなんですよね。今回ね、キープキャスト名古屋で開催されたあそこに行って、買えたらね、いくつか買いたいななんていうルアーがあって、その一つがもうこれだったんですよね。あとはね、ガンクラフトブースの、ジョイクロ抱き枕とかも気になってはいたんですけども、何はなくてもね、このね、そのレベルって書いてありますけど、まあ、NWP なんですね。中にウインナーが入ってるポッパー。これね、確実ね、1000個ぐらい用意してるよっていう風に書いてあって、買えるかなと思ってね、買えました。で、マスゲンさんがね、ジャクソンブースにいて、写真なんかも、撮ってもらうことできちゃったんですけども、無事にね、買うことできたんで、早速ね、開封していきたいと思います。まずね、これね、パッケージがね、やけに気合が入ってるんですよね。やっぱりね、自分が YouTube やろうかな、なんていう頃に、もうね、すでに YouTube で活躍されていてっていうね、もう本当、レジェンド枠の人なんじゃないかな、なんて思うんですけども、高橋巨神さんとか、あとマスゲンさんとかですね、厚見さんとか、あとは江島さんとかですね、そういった、釣り動画を見て育った、ね、世代なので、で、そういった YouTube の人発信のルアーね、こういったのがいつか、釣り具業界に出てくるんだろうなぁなんて思っていたんですけども、目立つところだとやっぱりね、釣り岡でしょうさんのシリーズね、最初はブロックにカラーが乗って、でね、その後、3種類ね、それぞれのメンバーの方が考案したプラグとかが出て、で、まあ、次どういう動きがあるのかなと思ったら、なんとこのジャクソンからですね、マスゲンさんモデルの、ルアーが出たんで、コメディアンのマスゲンさんらしいですね。まあ非常に面白い、これちょっとまあ早速開けてみますかね。これ形がね、すごい感じなんですよね、これ。はい、これこうこうこう、あ、でサインも入ってるんですね。これはね、ちょっとここでこうやって持つことができますね。まあだから何っていう感じですけども、結構ね、これは本当一昔前の、バスブームみたいな時があって、その時にね、マジンガー Z みたいなルアーとかね、あとはバカボンシリーズとか、と料理なんかその頃ね、釣り具部門もあったので、そこのウルトラマンシリーズとかですね、結構その手のルアー好きで、タックルベリーとかで中古で売ってると未だに自分買っちゃうんですよね。その流れというかですね、コレクションアイテムじゃないですけども、これはいいなと思って、あ、ラトルインですね。で、まあこの相回りから見て分かるようにポッパー形状ということで、中にウインナーが入っているんだけど、これウインナーですね、多分これ。で、ポッパーっていうことなんですね。で、これ裏に説明書きが書いてあって、ちょっとね、これもね、さっきちらっと読んだんですけど、すごい面白くてですね、どうしたことかなって、まあちょっと読んでいきますね。中にウインナーが入ってるポッパー、全世界のトーナメントで無敗を誇った天才釣り師マスゲンが満を持して世に送り出す革命的ポッパー。このポッパーの特徴は何といってもアクションだろう。ただのドッグウォークではない、アメリカンドッグウォークなのだ。本場のアメリカ人曰く、こんなドッグウォーク見たことない、なんてユナイテッドステイツなアクションなんだと言わしめたほど。生きている魚よりリアルな動きの、そんなアメリカンドッグウォークの集魚力は半端なく、必ず60が釣れると言っても過言ではない。ルアーのテスト段階で60を連発し、世界バスフィッシング連盟から開発の中止を命じられたが、ジャクソンスタッフマスゲンの努力の末、ついに皆様に限定販売できることになりました。どうぞ手に取って感動を味わってください、ということで、これもね、いくつかね
読みながら今笑っちゃいそうだったんですけども、なんですかね、この世界バスフィッシング連盟っていうのがあるんですね。結構存じ上げないんですけど、結構強大な大きな力を持った団体ということで、でまあ全世界のトーナメントシーンで活躍したっていうか、まあ そうなんだっていうことで、それでもってでアメリカ人曰く、こんなドッグウォーク見たことない、これはまるでアメリカドッグウォークだということらしいですよ。まあね、でもねこれね、そんなふざけてるのかなと思いきやね、結構ね実践的な仕様が随所に盛り込まれている気がしてならなくてですね、まずこのダブルフックですね、アメリカ人に言いましたらどうなんですか、ダボーフックとかになるんですかね、これがこの手がかり回避能力で高めので、この専用のリグについていて、不意にまあ変な方向も向かないので、根がかりしづらいよっていうことは、ブッシュの奥の奥にぶち込めるね、ぶち込んでね、どうですかね、この棒がこうプスーとか刺さったりするんですかね、泥とかだったらダーッてね、でこうなんかやってくれたりするのかな、この棒なやっぱこの棒がね持ってるとすごい気になるんですよね、このね、棒があって、でこのカラーリングですよね、まあなんというかアメリカンなドッグウォークじゃないか、アメリカンな、なんだろうな、アメリカンドッグってことですかね、まあこの茶色でね、いい感じのカラーがついていて、で背中には視認性を高めるためにですね、こうマスタードカラーが配置されていて、それと幾何学模様のように美しいですね、このケチャップカラーですかね、まあ赤ですけども、まあ、これによって透明にあっても視認性がいいであろうね、で視認性を良くするためにはこのねウインナー部分ですね、これもピンク色で着色されていて、周りは白なので結構ね透明に着水して、もうどういう機種なのかちょっと存じ上げませんが、多分ね透明にあってもすごいどこにあるか見やすいじゃないかな、なんていう風に思いますよ。でまあポッパー音プラスこのジャラジャラなナトル音、これでジャラジャラで、ポッパー音どうですかね、結構ねこういう切り立ったね形状で浅い口っていうと、あそうですね、後期のズイールのプロップってねポッパーがあって、それとね結構似たような感じの口周りなんじゃないかな、これねかなり多分ね力強いねこうね、水をタスってね押したような、水中に響くようなくぐもった太い音が出せるんじゃないかな、なんていうポッパー口の形状なんですね。でサイズ感がほんとね絶妙、関東なんかでも使いやすいんじゃないかなってね、ボディはまあ太くはあるんだけども、この棒を除けばですね寸詰まりな感じなので、結構ね使い手のあるサイズじゃないかなと思うんで、せっかくなんでまあね結構もうだいぶハイシーズンにも入ってきたので、アフタースポーンのシーズンとか、あとはね本当早いところだと例えばダムの上流域で餌を追ってフィーディングモードに入ってる時ってね、3月からも結構ねポッパーで釣れたりすることってあったんで、まあ最近そういったところあんまり行かなくなっちゃったんですけども、まあそうですね5月ぐらいから使い始めてね、6月とあと夏のハイシーズンね、朝夕とか出て、ポッパーって結構一点でネチネチと誘えるものだから、結構秋口ぐらいまでね使っちゃったりする時があるんですよね。もうこれでまあサイズがね85ミリっていうことで、ウェイトは21グラムですよ、まあ、タイプはトップウォーター型なんでフローティングですよっていうことで、こう後ろに書いてありますね。あ、でアメリカンドッグウォークアクションですね、これなんて書いてあるんだ、脅威のアメリカンドッグウォークを実現ということで、本当にねこんな感じで浮きますよ、こんな感じでひょこひょこ浮きますよっていうのが書いてあります。いやーね、こんな感じでこれねちょっとまだどうしよう、世
かくなく箱に入れとこうかな。まあ使いますよ、バリバリ使うんですけども、ね、このアスゲンさんのイラストがあって、これねちょっとこの夏時期のなんだろうな、台風の目になってくるんじゃないかななんていうふうに思うんですけども、あ、限定数で販売されていたんでね、このね、めちゃくちゃ釣れて、本当にね、あの60アップ50アップとかボコボコに釣れたらね、買いたいっつってもね、なかなかね買えないんじゃないかなっていうことでね、超レアアイテムですよね。こういうなんか面白くて欲しくなるルアーって最近ちょっと少なかったんで、本当ねマジでねこれは買いたかったのと、マスゲンさん遊んで、あのちょっと、ああいつも見てますって言ったらですね、なんとなくね、あ、釣り子さんですよねってね、あの声で分かりますよ、なんていう風に言ってくれて、あ、見てくれたことあるんだと思ってですね、恐縮ですって感じだったんですけども、これを持ってですね、関東のね、釣り場バンバン通ってみたいと思いますので、まずはですね、ご紹介動画からということで、というわけで本日の釣り子 TV はジャクソンからですね、限定販売で出た、そのレベルって書いてありますが、中にウィンナー入ってるポッパー、これのご紹介でした。はい、釣り子 TV でした。